皆さんは本日が世界禁煙デーであることをご存知ですか？今や全世界で禁煙はごく当たり前のトレンドであり、喫煙人口は年々減少し、先進国では 20% を下回る国まで出始めているが、そんな中なんと 30% の喫煙率を誇る日本のバラエティーが。そんなめちゃイケの世界的喫煙率に大きく貢献する3人のスターの皆さんが今ブラスバンドとともに入場です。おっと、これはタバコを愛する心がビートたけし縛りの被り物になった。先頭から岡村隆史、加藤浩次、そして矢部浩之の3スターズ勢ぞろいです。立ち位置につけよ、立ち位置に。スタイリスト呼べ。お前らだけスタイリスト衣装綺麗綺麗な格好してるね。僕らタバコ吸いませんから。どんだけ変な話してんだよお前。どんだけタバコ好きなの。腐されとんねん。ヘラヘラすんなよ。相方がこんな被りもあんませえが思わないから。ヘラヘラすんなよ。真ん中の人も何かやってて、何だってタバコやってて、何だってタバコやってて、はかなりノリノリのようですが、はい、本日はですね、めちゃイケ禁煙デーということで、はい、愛煙家の3人に終日禁煙をしていただこうと思うんですね。はいはいはい、まあ別にいいですよ。だから俺あの黙々と頑張りますみたいな。全然思んないお前。そんな最初から思いついてた。そんな思いついてたもん。早速タバコギャグの飛び出した3スターズだが、普段は3人とも打ち合わせの最中でも収録の前後でも片時もタバコを手放せないヘビースモーカー。収録開始15分で早くもイライラしてるようだが、世界禁煙デーに習ったこのめちゃイケ禁煙デーを果たして最後まで我慢できるのか。タバコは吸いますが、本当に我々3人っていうのは吸うなって言われたら絶対吸わないんですよ。そんな楽勝でしょ。できる。全然中毒症状には一切なってませんから。そうです、吸わなくても全然いいんです。自分吸うとあかんとこでも吸うやん。マナーは守ってます、ちゃんと。マナーは守ってます。禁煙ゾーンの全然。なんでお前今日中心やねんお前。さあそしてこちら、禁煙にあたり、スリースターズが過ごすのはマッサージし放題、雑誌読み放題に食べ放題、飲み放題の超リラックスルーム。ただし万が一我慢できないときは手元の緊急ボタンを押して部屋の外へ。あくまで強制ではなく本人たちの意思が尊重されるが。これ生活するだけでいいんですもんね。はい、いや生活というかもう本当にリラックスしていただくだけで構いません。それで番組になるんだったらね。いいんですかそういう。大丈夫なんですか。もうめちゃイケ禁煙デーですのでね。禁煙だけしていただければ。わかりました、はい。はい。今日はもう吸わないです。真ん中の人。はい、大丈夫です。あれこれどこ座ってもええはずですよね。え、そうです。なんでずっと並んで座ってるの。せっかくですから皆さんと一緒にタバコ3兄弟でね、一番こういう機会はありませんからね。はい、ポーズ。これ後で送って。しかし実はすでに1時間は我慢している3兄弟だった。タバコを吸わない皆さんにはこちらの部屋で出演者の皆さんの頑張りを見届けていただきたいと思います。では早速見てみましょう、はい、さあ始まりました。くつろいでるな。スマホなかった、ほんまや。岡村さんはねリラックスしてますね。ディープブルー、ディープブルー、ディープブルー、ジャッジと戦うとこか。少年のような顔でリップブルーを見入っている岡村隆史。さあ他のお二人はどうでしょうかね。真剣やっぱり矢部さんも気になっている様子です。あ、気まぐれの紛れでも漫画をね注意して大丈夫。すごいな。いいいい、全くタバコのこと忘れてるもん。これ結構いけそうですね。やはりリラックスルーム動きはないようですね。いいですね。はい、ところ
ところで、あの紗理奈さんはタバコをやめられたということですが、はい、まあ、肌綺麗になったもん。そうでしょ、うんうん、肌も綺麗になると思う。肌が綺麗になった。それは感じますか。肌ブツブツでしたから。そうです、肌がすごい綺麗になりました。そう、どういうタイミングでスッと入れたんですかね。ちょっと待ってください。誰かボタンを押したようですよ。この中の3人誰かボタンを押しました。今何か行ってみましょうか。誰が吸ったって。あですか。全然我慢できる。まだ我慢できるだろう。そうだね。そんな経ってないですよ、時間。いや、ちょっと吸いたいなと思って。いや、でも皆さん、今日はめちゃイケ禁煙デーですから、はいはい、まだ思いとどまるチャンスはございます。タバコを1本吸うごとにビンタをされるということになっています。それでも吸いますか。はい。これなんで冒頭で言わなかったんですか。罰は聞いてないよね。じゃあ吸わなきゃいい。じゃあ吸わなければいいのよ。持ってこい持ってこい持ってこい。そうや、お子ちゃん戻ってこい。戻ってこい。罰あるじゃん。もうちょい我慢できるやろ。 A の2で。はい、 A の2? 何て言いました。わかりました。 A の2番オープン。プロデューサー。ということはヘビースモーカーの岡村を常に心配している中島プロデューサー、ここからは全てが愛情なのだ。お願いしますね。中島さんだってやると思うよ。どうですか中島さん、岡村さんがタバコを吸うことをどう思ってますか。そうですね、あの岡村さんあってのめちゃイケですし、やっぱりあのレギュラーメンバーが健康でいて初めて、うん、あの番組が長く続けられるということですから、そうですね、すいません。すいません。ビンタされてすぐ吸いに行きましたね。ビンタで吹っ飛んだ勢いを利用してここまで来ましたか。そこまで。すげー痛かった。まあまあすぐ痛い言わないと。わー痛い。うまうまそうやな。だけど美味しい。ん、加藤さん何か吸ってませんか。もう何か吸ってませんか。ほこ抜けられてる。あれ体に悪いんちゃう。あまりね、体に悪いか。俺の体が決めることだから。あ、そうっすか。じゃあ痛いかしてんな。早速事件の起きためちゃイケ禁煙で痛みとタバコを引き換えた岡村を見つめる2人の胸中は。ただ3人は本日が地獄の苦しみになることをまだ知らない。ど真ん中や。ん、何してんの。何してんの。 めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。加藤さんと矢部さんもタバコ吸ってない割には結構今も今笑顔でね、楽しそう楽しそうしている感じですけれども、何かに夢中になれば忘れられる。そうなんだ。そういうことですか。岡村さんはさすがに1本吸いましたから、うん、もう吸いてますね。もう皆さんリラックスムードということで。そうですね、そうですね、よかったよかった。どうですかね、禁煙されて何か変わったことありますか。そうですね、全体的にあの軽くなりましたね、うん、あ、体が。あとこう吸ってる時やっぱりね、性格が悪かったです。なるほど。あ、そうなんや。やっぱりいや性格悪かったです。やさぐれなくなった。やさぐれてたし、あとはなんだろうな、金の感情ばっかりしてました。朝8時。止まってください。また誰かがボタンを押したようですよ。さあ加藤さんでしょうか、それとも矢部さんでしょうか。うそ、またあれ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 、吸ってリラックスしたんちゃうの。いや、逆効果でしたね。逆効果。一本吸ったことによって、はい、もう一本吸いたいみたいな。チェーンですね。タバコって怖いな。まだ戻れますよ。スタッフの方に言ったらのここ開けてくれますから、はい、まだ。お目に見るぞ。 B の1で。選びよった。選びよった。なんでやねん。では B の1オープン。
AP と大平さんということでいいんでしょうか、はい、愛の禁煙ビンタ2人目は AP 大平。最近必死にダイエットして自分も健康を目指しているらしいが、すごい細くなった木村カエラみたいな、今バナナマンじゃなくて木村カエラ木村木村君じゃなくて、お前いらんぞというのはそれがなんかこっちに来んねん、さっきよりは緩やかですがタバコへ。でもやっぱりすぐ行きますね。すぐにタバコに火をつけました。そんな吸いたかった。さっきも見ちゃう、これ美味しい。そんな人が入ってきたね。こんな人が入ってきた。見て。おっとようやく異定が出ました。でも美味しい。美味しい。我慢したから美味しい。矢部が先低い声で空うまいわ。空うまいわ。さあ矢部さんもそろそろボタンを押すか。矢部さんが。と思いきやまさか加藤さんがここで緊急ボタン。リブアップですか。加藤さんがボタンを押しました。なぜ押してしまいましたか。タバコが吸いたかったからです。そのまんまや。我慢できるんだじゃん。まだ思いとどまることは可能ですよ、うん、リエンさん。え何ですか。ミノさん。ミノさん。ミノさん言ってませんよ。エーロさんだっつってんだろ。これですか。エーロさんだよ。ミノさん今呼んでどうすんだよ。エーロさんです。ではエーロさんオープン。カメラマンと出ました。ナガスさん嫌だよ俺。なんでなんでなんでナガスさん嫌だよ。なんでなんですか。なんか加減知らなそうだもん。これまで加藤に断るごとに顎がしゃくれているといじられてきた永瀬カメラマン、そのリベンジは入るのか。いやなんかいじってるじゃないですか、よういつもうんこしてるとか。こうなってる人間って無茶するんだよ。このアゴフライというのはね、これまで気にされてましたかね。しゃくれてないでしょ。しゃくれてないです。しゃくれてないです。ただ加藤さんだけが言うんです。加藤さんがいつもしゃくれてるって言ってます。やばいぜ。積年の恨みがこもった愛の禁煙ビンタです。心配しながら早速タバコに気をつけます。うわびっくりしたな。でも長瀬いやびっくりしたな。ここに入ってきたもんね、目にね。目に焦点気味で。岡村さんのタバコは長い。岡村さん、岡村さん、知ってる？あれ？長くね？あれ？本当ですかね？ちょっと待ってくださいね。どういうこと？ちょ、2本目でしょ？そう。あの、正直、僕、ちょっと見てたんですけど、あの、加藤さんのビンタの下りの時に、ちょっとつけてましたね。うわっ！しゃぐれてないです。しゃぐれてないですよ。しゃぐれてないですよ。ただ加藤さんだけが。お前、最悪やな。え、どうしてですか？告げ口するからやろ。いやだから友達ちゃうんかお前。僕らはやめてほしくて。お前友達ちゃうんか。いやーこれは岡村隆史ふてぶてしい顔です。綺麗だな。しらすなおりですね。腹立つわ。煙では歯を作ってね。言い訳もせずやもん。 B の3。では B の3オープン。ディレクターと書いてありますけれども、カーリ君や。アメフトやってた人間やで。離婚してストレス溜まってんだから。せいせいせいお前せい。先週離婚を発表したばかりのかがりディレクター、体重48キロの岡村に125キロが襲いかかる。拒否。ないよ。意外でした。拒否ですのでね。ないです。ないです。うわー怖っ。殺しなるな。うわーうわーうわー。ついにお台場で交通事故が起きました。痛い。なんかこうなる体。さあとうとううまいより痛いが出た。痛うまい。痛うまい。そんな表現知らんて。
うまいはずのタバコが3時間半で板うまいに変化が、まだ強い意志を見せる矢部の結末は。そして事件は誰もが予期せぬ方向へ飛び火した。矢部さんだけは最後の砦ですから、うん、そうね、リーダー自体ですね、気持ち強いと思うよ矢部は。タバコ吸った2人はリラックスしてると思いますから。リラックスしてる。おっと、ここで何か登場しましたか。これ生ビール、何すか、ビール、ビール、ビール来たよ、まあ、禁煙さえしていただければお酒の方も全く構いませんので。いやこれね、お酒飲んだ時が一番吸いたくなりますから。そうなの。それは吸わない人にはちょっとわからない感覚。アルコールとタバコは一番美味しい。ルネッサンス。逃げた、逃げた、逃げた。よっぽどリラックスしてるでこれ。美味しそう。これはね、ボタンを押す気配すらありません。なんか大丈夫か。おっと、これはまた意表をついた。ちょっとこの辺の方がいいかな。これはスタジオに行きましょう。これはなんだこの2人だ。足の悪い2人する。押してもたやないか。おっと、遠慮なしのヒゲ男爵。母じゃないよ。持ってますか。悪気がないよこれ。意志弱いな。全く罪の意識感じられません ね、 ね、はい、楽しいのそれ。楽しいからやってんじゃないか。機嫌頑張れよ。うれしそう、うれしそう。そこまでセット。Cの1番。Cの1番オープン。メンバーと出ました。どうしましょうか。ついに5人目のビンタは、岡村の顔も限界が近いため、めちゃイケメンバーからひな形を選出。優しくしてね。じゃあ主役は大丈夫じゃん。おーっと、そうに反してハードヒットが顔面を捉えました。ビンタの位置じゃないよねもうあれ。この髪行ったった。さあ加藤さん、 C の3番いいとこ行った。では参りましょう。 C の3番オープン。美術スタッフ。めちゃイケのオールドファンにはたまらない小道具のオカピーは、かつて自作の歌を披露し大ブレイク。その優しいキャラクターに加藤もほっと一息。これラッキーカードだった。ラッキーカード、ラッキーオカピー。大丈夫。めちゃイケ情報によるとね、マイク以外の重いものは持ったことがないというね。優しいオカピーは。ほら無理無理って言ってあるじゃん。いや、ピンピンピンね。めちゃめちゃ痛いやないか。スタートから7時間を超え、禁煙デーは大混乱になっております。普通だよ、普通の男のみんなやないか。本当だよ。一方こちらも終日禁煙のやべっち寿司では、ただ一人なんとかタバコを我慢し続けている店主が。はい、いらっしゃい、やべっち寿司ですよ。今日は世界禁煙デーです。きついけど皆さん、今日一日禁煙頑張りましょう。はい、OK です。おい、タバコちょうだい。まず最初は、あ、あ、ブッキーと佐藤さんじゃないですか。佐藤さん、どうも。うわすごい。どうもご無沙汰してます。ご無沙汰しております。佐藤さん、ご無沙汰です。お久しぶりです。ご無沙汰してます。元気、元気でやっております。つまみくんはこのめちゃイケ初めて。初めてやね。ですね。どうぞ、あ、お寿司座っててください。よかった、呼ばれてください。佐藤浩市さんとはほんま久しぶりなんじゃないの、ね、そうな、初ドラマの時に。そうですよね、はい、月9ですよ、うん、7年前。そうですね、7年8年になりますから、ね、ズバズバ天気予報当たってたもんね、あの時。どういうことですか。ドラマの中で天気予報ズバーン当たってたもん。まあ、そのようなドラマではなかったんですけどね。ちょっとなんか、うん、江頭さんがね、モノモースって言って、そうや、
まずは佐藤浩市。かつてドラマの現場に乱入したエガちゃんを大物俳優は見事返り討ちにしていた。最初に言うときますよ、気をつけてくださいよ。ナイショー。トゥーちょっと俺はエガちゃんのみならずスタジオ中が震え上がった迫真のドッキリだった。吐く吐く吐くやめた。エガちゃんさん本当にちびってましたからね。あれはね、そうそうそう、あれ中村雅俊さんが見て本気で怒ってたねってみんなそう思いましたもん。ほんまに、いや本当にドキッとしました。佐藤浩市迫真の演技はまた後ほど生で見せていただくが、その前にお二人にはこちらの喉越しがいい豆腐寿司をいただきます。うまい。そうでしょ、いけるでしょこれ。ちょっとお醤油かけすぎましたかね、ちょっと。あ、佐藤浩市さん2つも行きましたね。なかなかゲストで2つとも食べるっていう方少ないんですけども。これは嬉しいね。ちょっと最初むせちゃったんで、あよく味が分かんなかったです。で、美味しかったです。普通だね。お二人は映画でザ・マジックアワー、ザ・マジックアワー、どのような内容に。内容はこの人が喋ります。おあ、ザーセがいてきました。そうですね、あの僕がビンゴっていう役なんですけど、そのビンゴがこうボスの、なんていうか。ちょっと待ってください。ゾーマキさん、あのね、ボスの愛人に手を出してしまった、うん、お前出てんのスマブック。するとそこへ、おろちょっとちょっと、どうした。久しぶりです。来てるんじゃん寿司に。いやゲストで来て、あー佐藤浩市さん、あーどうも初めまして。あーことです。ゲストで来てもらってるんですよ。なんだよ。どうした。ブッキー来てたとも呼んでよ。ブッキー俺呼んでよ。なんでなんで、いやいやいやの、ブラックジャックな、ブラックジャック。ああ、出た出た。ブラックジャック。一緒だでしょ。ああ、そうかそうかそうか。うん、すみませんね、そうそう。いや、ああ、僕大丈夫。僕の気にしちゃいけない。なんか、来て邪魔で。いやいや、もうちょっと喋ってもらって。久しぶりでしょ。久しぶり見たいですね。佐藤さんが入れって言ったら僕知ってる。いやいや、ほんとの前、あの、お茶を持って。お茶。佐藤さんにお茶、ちょっと。あったかいやつね、お茶。ねえ、みたいな、こういう監督で。でも、あれ、三谷さんってさ、よく見たらさ、とっさんぽやみたいな。とっつぁん坊や、とっつぁん坊やみたいな。でこの口の周りさ、すっごいさ、ヒゲヒゲにこれ。いや見た目はええやんか、監督さんの。ヒゲのさん好きだろ。僕は三谷さんやってんだろ。ヒゲのさん好きだろ。違うな、そういうの、違うな、武器ちゃうな。そういうことじゃないよね。とその時、三谷さん、ほら、すみません、とっつぁん坊やって言ってました。ヒゲ濃いとか言ってた。違います、僕ヒゲ男爵の話してたんですよ。レッドカーペット、レッドカーペットの、レッドカーペットの三谷さんの話じゃないですよ。すいません三谷さん、やっぱ厳しいんですか現場では。三谷さんっていうのは、まあ、厳しいところも厳しいし、やっぱりすごく注文が多いんですよ。細かい注文、うん、でもやっぱお願いすると何でもやってくれる方ですから。佐藤さん多分見るとびっくりするけど、この佐藤浩市がこんなことするのかっていうことをたくさんやってますよ。だってここは猟奇的な表情をするみたいなのを書くわけですよ、はいはい、ただ猟奇的な表情ってどういう表情かよく分かんないわけですよ、でもそれはもうあとは佐藤さんに託す。役者さんのさじ加減、やってみろと。猟奇的や、これこれこれ武器もげんの、お前や、もちろんそんな対決が今日の目的ではなく、映画の宣伝に来てるんです、はい、宣伝してくれてる。もうちょっとまともにストーリー語ってくださいよ。それは確かにおったんだな。もう監督の方からちゃんとね、そうですね、説明していただいて、どうやったら。彼がビンゴって言うんですけど、はい、そのね、ボスがね、はい、西田さんなんですよ。はいはい、西田さんでボスの、うん、お前も分かってない。感動が分かってない。続いて、あ、はるか師匠。あら、はるか師匠やないの。はるかさん、はるか師匠、どうも。
お寿司やってるんですよ。座ってってくださいよ。じゃあお邪魔します。どうぞどうぞ。めっちゃ上がってるやん。いいね、毎日楽しそうでよかった。というのもね、あやすさん、うん、好きな番組何でしたっけ。めちゃイケ。おい、あやすさんね、今これね、好きな芸人さんは誰。ナインティナイン。おい、言わせるんちゃうよ。そう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 、日経エンターテインメントに載ってたんよ。はい、ちゃんと。ゲンタテイメントパラパラめくってたらね。そうやね。綾瀬さんが好きなバラエティ番組めちゃイケやっちゅうから、うん。その記事を見て以来、綾瀬はるかの大ファンになった単純な出演者とスタッフに囲まれつつ、当店自慢のスイーツみかんブランを。せで甘酸っぱくてええで、これは。うん。どうですか。どうや。どんな感じや。味はどう。うまい。うまい。うまいもんはうまいやろ。めっちゃうまい、ね、めっちゃうまいやろ。いっぱい食べたよね。何で書いてるんですか。これあのドーランや黒いやつ。こう気になった。書いてあろうか。お前に書いてあろうか。こんなん好きか。好き。あんた泣けやで笑ってるのよ。言わせて言わせて楽しんでるおっさんやで。うんまあもう。映画。そうやな。何ちゅうやつやったっけ。僕の彼女はサイボーグ。僕の彼女はサイボーグ。サイボーグやねんな。サイボーグね。綾瀬さんがサイボーグ。サイボーグ。ほんまかいな。そんなんで。ほんまか。ほんまや。ノリノリやないかいな。関西弁も最近合わせて使ってくれね。普段関西弁なんか出してくれへんね。今でも女優さんやねんけど。それはね、ナインティナインが醸し出す雰囲気やな。そうや。せやな。いつぐらいからナインティナインを意識したの。ナインナインを意識したいつ頃やん。綾瀬さん。岡村隆史を意識したいつやん。あれ一人減った。似てんねん、やっぱりなんか雰囲気とか。綾瀬さんと岡村さんが似てる。似てる似てる。血液型何型。 B 型です。 B 型、俺も B 型やもん。そうか、似てるかな。似てるよ。恋愛感はちょっとネガティブ。ちょっとネガティブ。ほらおお出た。一緒やん、マジで。じゃあどうすんの。気になる人出てきたら、何もせずか。だからなかったことにする。なかったことになる。うわ。だからお互いそれを知ってんのやったら、もうすぐうまいこと言うけんね。はい。いや、お互いとそういうタイプやったらダメじゃないですか。合わないですよ。あかんかったらどうしようっていうのがもうないから。好きなんだ。あかん。好きだって言ったら好きだって言ってた。好き。何十年好きだって。もうその綾瀬さんですか。うん、合格点に入ってるんだもん、針が。合格。いや、そかっこよくない。今の顔、かっこよくないですよ。マジで付き合ってくれへんの。おや、ほんま中に告白しよった。でも思い切ったな。ものすごい勇気振り絞って言ってる。言うたね。付き合ってくれないか。言っちゃった。目見てごらんよ、目見てごらんよ。言っちゃった。ほら、ちょっと頼むわ。頼むわ。目見たら分かるでしょ、これ。照明さん、もうなんかちょっと痛いやつやなみたいななってんかな。いやいや。だいぶ前から。痛いのありきでもここまでやってんね今。一方、めちゃイケ禁煙デーは最後の牙城がピンチに。ここまでただ一人禁煙を守ってきた矢部さんですが、俺は大丈夫。ね、うん、いいよ。禁煙として力強いコメントが飛び出しました。いや、今日は禁煙という企画なんです。そう。B の2。え？と8時間を過ぎてついにギブアップ。限界やないか。逆にな、うん、何が座れんかったらずっと続くで収録、うん、なやってんだよ。ビールやから、ビールやから、これしょうがない。ビールやから、残念な気もしますけども、B の2オープン。マネージャーということは、矢部に愛を込める禁煙ビンタは坪倉マネージャー。ツッコミのキレを守るためにも心を鬼にしたいが、
お前吉本のこのマネージャー的な仕事何にも知らん時期から俺知ってるから二人三脚だもんな。そうそうそう、プレッシャー与えてる。これまでの恩みたい。踏み込んだ恩みたい。踏み込んだ恩みたい。踏み込んだマネージャーがタレントを出すというありえない下克上。もう何もかもちゃくちゃやろ。うまい。うまい。そして痛い。だってビンタするとき殴る方うっって言う。メンバーの健康を願うめちゃイケ禁煙デーだが、3人は8時間半で7本を喫煙。この苦しみはタバコを吸わない人にはわからないはずだが、終日禁煙ならずということですね。すいません、ちょっと一個だけいいですか。はい、あのチー前室のとこでちょっと見つけちゃったんですけど、前室これがあったんですけど、タバコや、タバコ前室で今日俺らは前室入れてもてないよ。そうですよね、ずっとこっちが吸わないチームが、はい、これ誰吸わないお前ら誰か鈴木おい吸ってない吸ってない、やめまして、私も吸ってない、私もやめたもん。誰や、誰タバコや。おい、倉田さんとか言ったね。え、お宅なんか、MC 的ポジションにいてはりましたよね。これ事件だぜ。これは事件やな。事件だぜ。ビンタでしょ。ビンタやね、これ。ただこれタレントがアナウンサービンタするのはちょっとな。それはね、俺はできへんわ。できない。できへんね。ここはもう先輩の高島さん。人の顔を殴ったことないので、ね、はい、それはちょっと、まあ、形ぐらいでもいいから、そうね、そういう感じで。あっ、いった。高島さん、上出来。すごいよ。全然あやパンじゃなかった。実は喫煙の原因とし、世界で毎年500万人以上が死亡しています。本日の試みは決して笑いだけでなく、全員が健康を考える良い機会になったはずだったが、はい、どうもめちゃイケ禁煙デーでーす。本当の地獄が幕を開けた。ところが一つ問題が。どうしましょうか。パネルはないですけど。オカピーさんなんかどうですか。いいね。10年前にこの曲でブレイクしたカセットミュージシャン。オカピー。あのヘナヘナがフリやん。喋れない。怖くてオカピと喋れないもん。今日まだ楽しいやろ。ええ顔してる。お前らだけでルネッサンスやろうとしてる。結果、めちゃイケ禁煙デーは岡村5本、加藤3本、矢部2本で、3人はスタジオ収録を終え、それぞれの楽屋へ。入ったはずだったが。どうもめちゃイケ禁煙デーです。スタートから9時間半別の打ち合わせ中の楽屋にお邪魔しためちゃイケ禁煙デー。ここはね、楽屋楽しい部屋と書いて楽屋。それ撮ってる。
俺やっぱりな警戒しててん絶対今日絶対スーダーがんもん、ね、帰るまでセーフやったいやここまで来たらもうええやろもうね目覚ましもあるんでいい加減にしていただきたいんですけどそらせ遅くまでみんな朝早いもうしんどいっていやいやそうね終日言ってたね、うん、もうごめんなさい今俺感じたこと言うていい、うん、気持ち悪い何がですかめちゃイケのノリすると偶然オカピオカピ絶対楽屋前おらオカピがいるうわ怖いオカピやオカピがいるやめの楽屋にオカピがいるオカピもうもういいよ怖い怖いあのビンタビンタ入る瞬間に目がクッて開くんだよ怖いようわーまたもう一回スタやから相当やオーカピーはルー大柴張りに10年ぶりの再ブレイクを果たしていたこっちがこっちサイド怖いめちゃいけないめちゃいけない P なんかもう言えない岡田岡田俺もう二度とオカピーって言わない岡田って言うバカじゃねえよバカがお前バカだろその時すでに奴は帰っていた墓やろどっちシュッシュッシュめちゃいいけどはちはめいいかめちゃイケは朝の8時もやってるよやってないですね、うん、メンバーの健康のために終日行ってきためちゃイケ禁煙デーだが加藤浩二がいち早くフジテレビを出ていたことが発覚さあそういうわけで、禁煙はまだまだ続いているということでございます、はいマスターオブセレモニー岡村隆史ですどうぞよろしくお願いいたしますあこれはですね、すみません説明不十分でございました、はい、高島アナとそれから倉田君と、うん、もう時間いっぱいいっぱいでちょっと勘弁してくださいとやっぱり得意の方なんでねそうなんですよでまあ我々が緑のジャケット渡されたという、まあ、ちょっと両アナと別れた一行のバスはレインボーブリッジを渡り深夜の街へ急行そう、はい、今日はねしかも終日だということが分かりましたからそしてなんと残りわずか5分にして中目黒にある一軒のバーへここかそこ行くよどうも、はいおい、これはもう、もう一本は一本いつまで続くんだよこれ24時までは行こうお店の邪魔になりますんで浩二さんめちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしましたどうしたんですかどうしたんですかほっぺたはほっぺたはオカピにやられたじゃん、まあ、あの禁煙で、はい、これあの終日ということになったみたいなんですよどうやらもう完全におふってますねおふってますねそうですよねおふってますねウイスキーを飲んでいましたウイスキーウイスキーはいいんですよスモークがちょっとやっぱりそうなんですノースモーキングでウイスキー&スモークでしょわかるんですけどウイスキー&スモークでしょやっぱりセットやからねセットでしょ気持ちはわかるということででまあ加藤浩二を追いかけてきたわけででこれ今こういう状態ですので完全に現行犯ですね何持ってんの現行犯ですよな一本は一発もうええやろもうフィルターいっちゃいますよフィルターいっちゃいますか一本は一本だから一本は一発ですのでよしビンタ職人のオカピ改め岡田ですどうぞ岡田
だよ俺も3回やぞ怖いぜ俺岡田を見て3回目だぞ、はい、最高はい、それではお願いします。メガネ、メガネ、メガネ見ててくださいねそうなんだよ、これが岡田怖い今日はもうオカピじゃないんだ今日岡田はいうまいうまいうまい皆さんは禁煙をどう考えますか。言うまでもなくタバコは大人の嗜好品、楽しむこともよし、また他の楽しみを見つけることも大人の自由なのです。これは本当にちょっとマジで禁煙考えるな。その気持ちです、その気持ち、その気持ちや。マジかよ。マジで。何これ。
myself. I don't wanna share you with nobody else. I can't help myself. Reaching for you, but you're looking somewhere else. Wanna tell you.